はい皆様アニョッス。本日は新しいアプリ。毎朝田中が迎えに来る。遊んでいきます。想像してごらん。毎朝いじめっ子の嫌いな友達が迎えに来る生活を。操作はドッキリ神回避やママにゲーム隠されたと似たような感じ。いろんなアイテムを探し、田中くんを撃退せよ。トラップの準備が終わったらドアをオープン。ふふ、田中くん撃退成功。捕まるといじめられるので、こんな感じで逃げていくぜ。次の日も、田中くんはやってくる。おや、なんか地面に亀裂が。アイテム何かないかしら。で、田中ー。はい、鍵は熊で外で待機中。でも主人公も学校だから、いつまでも家にこもっているわけにはいかない。ってことで今ゲットしたシャベルで。おめえの家の床どうなっとんじゃ。室内落とし穴完成。そこに田中くん登場。いや、まさかの無表情。ちょっと田中くんが怖い理由がわかったかも。その隙にバイバイ。あ、またエッチな広告隠しです。落とし穴に落とされても、また田中くんはやってくる。そんな田中くん、どうやら動物好きとの情報が。一応左もチェック。でっかい花瓶。でまさかの不法侵入。あらら、連行されてしまった。ワンチャンセットだけでよかったみたい。いじめっ子の可愛い一面です。もしかしたら根は悪いやつじゃないかも。無事、自分の家から脱出成功。お、今日はバナナが置いてあるな。これは主人公の妹かな？バナナ食べた。全然しつけされてねー。でもそんな妹ちゃんのおかげで。はい、ありがちなバナナトラップ。どんなに撃退しても、翌日には必ずやってくる田中くん。どうやらまた妹に協力してもらうようだな。引き出しのドライバーで、消火器をゲット。左には何があるかな？クラッカー発見。おし、じゃあお兄ちゃんは消火器、妹はクラッカーで迎え撃つぜ。今だ。残念、お兄ちゃん消火器使えず。ってことで最悪兄貴、妹に消火器を持たせる。この妹、めっちゃ使える。兄が怖がる田中くん、妹が撃退。翌日、何やら部屋に謎のマークが。おっしゃ、このランプでお助けマン呼び出すぜ。でお前かーい。まさかの、自ら天敵を召喚。何か別の方法を探すも、謎の生物でアウトに。このアプリでも謎の生物登場。よく見たら、ここに魔除けのようなものがあった。おし、今度は大丈夫。ってことで謎の生物ちゃん、田中くんを撃退せよ。よくやったよくやった。ではお次、本日ラストステージ。部屋の中において。この階で呼吸すれば水中に隠れられるな。で、ここにいるのバレバレやん。田中くん、気づかないで。はい、やっぱバレました。何か別の呼吸アイテム探さないと。そしたらタイミングよくちくわゲット。これなら音が出ずに呼吸できるぜ。ど真ん中にちくわ、めっちゃ目立つけど。田中くん、気づかず。はい、ということで本日はここまで。また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。